おはようございます。すすきの YouTuber のドルフィンです。今回はですね、料理酢玉ねぎを使っていただきます。ね、簡単に言うとお酢につけた玉ねぎなんですけど、まあ作り方もあるので、ちょっとレシピの方を今ね、料理を見ながらやっていきたいと思います。こちらですね。はい、こちら1日つけたものです。はい、ではお料理動画の方どうぞ。はい、じゃあまず玉ねぎ剥きます。僕の場合はここまで見たらもうここから切っちゃいます、ね、切っちゃいます。で半分に切ります。ここね、芯の部分を切り抜いて、繊維に逆らうようにして切っていきます。できた。よいしょ。このように、切れました。そしたらね、これに塩一つまみ分ぐらいを入れて、はい、玉ねぎ二玉に対して一つまみ分ぐらいですね。で、こうまぶすと、まず塩をまぶす、このようにねまぶしてください。2玉ぐらいだと結構な量なんで、はい、はい、まぶします。これでとりあえず5分、5分置きます。はい、5分経ちました。塩もみしてから5分ですね経ったら、約30秒流水にさらす感じらしいです。こんな感じにね、水にさらします。30秒水にさらしたら、よく水気を切って、ね、水気をよく切ってください。終わったら、こういうような瓶をね、またはタッパーでもいいんですけど、用意して玉ねぎを入れます。この入れるときにタッパーの匂いが嫌だって人は瓶がいいと思います。で、まあ夏なんでね、まあ夏じゃない時もそうですけど、食中毒を起こさないように、ちょっと水を入れて、ね、上にラップを貼って電子レンジで1分ぐらいチンしたら殺菌されるんで、そういう方法で、ね、熱湯消毒とか、はい、して使うといいと思います。では玉ねぎ入れてみます。これにリンゴ酢、はい、リンゴ酢を200、リンゴ酢 200ml ね、はい、こんな感じで、で、蜂蜜が大さじ2杯、蜂蜜2杯入れました。で、
これを混ぜる混ざるかな密閉できるものだったらこういう風に混ぜなくていいと思います。密閉とは言うんですよ。気持ちはダメなんですよ。こういう感じで。完成。完成しました。早ければ2、3時間ぐらい置けば食べれるんですけど、できれば2、3日置いた方が熟成して美味しいと思います。で、大体10日以内ぐらいに冷蔵保存しといて10日以内ぐらいに食べるのがいいみたいなので、それを目安に1日50から60グラムぐらいですかね、はい、ちょっとずつ食べて、はい、消化していってください。こちらが出来上がったものがこちら1日経った玉ねぎさんですね。はい、いい色してます。これね、蜂蜜があるんでちょっと蜂蜜の色がね出てますけど、なかなか美味しそうな感じですね。これでね、玉ねぎのいろんな効果が得られるので、まあ効果だけで言うと、まあ、高血圧、糖尿病、動脈硬化、便秘、眼精疲労、不眠、ダイエット、疲労回復、あとアンチエイジングとかもいいみたいです、はい、ではこれまず吸っていただきたいと思います。うん、やっぱり蜂蜜が入ってるんで、蜂蜜の甘みでだいぶ酸っぱすぎはしないかなって感じですね。僕の場合はユニコ酢でやったんですけど、まあいろんな酢でも試せるみたいなんで、ぜひ試してみてください。で、今日はこちら、僕はね、トマトと一緒にいただきたいと思います。いただきたいと思います。うん、うん、おいしい。なんか僕的には結構これ相性いいと思います。うん、はい、作ってみてください。以上、すすきの YouTuber ドルフィンでした。また